はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校1年生教科書2章のテスト対策やっていきます。で、4問ね、これやっていきますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんないのとか不安なのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで確認してもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、前回もね、まあ、こう、文をというか、式を作っていったんですが、まあ、それと似てます。それちょっと発展形になるんですけど、今回は次の数量の関係を等式か不等式に表しなさいという問題。で、等式っていうのはイコールです。よく使うやつ。で、もう小学校からずっと使ってますけど、イコールっていうのはその左側と右側同じってことを表しますよね。これが等式です。等しい式ね。同じ式だからさ。で、不等式っていうのは、これ、読み方、小なりっていうんですけど、小なりとか、大なり。これ、大なりね。それにイコールがついた、小なりイコールとか、大なりイコール。こういうのを使ったのが、不等式って言います。右の方が大きいよとか、左の方が大きいよってやつね。で、このタイプの問題っていうのは、まず一番大事なことは、何と何を比べてるのっていう、その2個を把握することが大事です。で、あとは、それが同じなの？右のがでかいの？左のがでかいの？って、そこだけだから。いい？まず2個比べてるものを把握する。例えば1番だったら、今、飴を1人7個ずつ A2 に配ると60個では足りないというね、文というか文字があると。その時に、このね、1人7個ずつ A2 に配るっていう、ここの数と60個っていう数を比べます。で、7個ずつ配るんですよ。7、7、7。はい、お前7、7、7、7って感じでね。それが、例えば、5人いるとするじゃん。5人に7個ずつ配るんだったら、みんな7、5、35って多分いけるんですよ。つまり、掛け算使ってますよね。5人だったら 7×5 をする。じゃあ、A 人だったら当然 7×A をしてるので、こっち側のね、1人7個ずつ A 人に配るっていう方は、7A になるんです。式としては。7A。式っていうか、表すとね。で、もう一個は60個って言ってるから60。この二つを比べます。7A と60をね。ちょっと A がね、まあいいんだけどね。ちょっと変な感じだったんで書き直していい？で、あと大事なことは、足りないって言ってるってことは、どっちかが大きくなります。必ず。例えば先ちょっと言っちゃうんですけど、3番の最後は同じになった。2人の所持金が同じになったって言ってるから、同じだからイコールなんだよね。でも足りないとか同じって言葉が入ってなかったら基本的にどっちかがでかいんです。で、戻ります。こいつ、7個ずつ A に配ると60個じゃ足りないって言うことはどっちが多い？ 60 では足りないんだよね、配るのに。ってことはこっちが多いよね。もし60個のが多かったら全部配れてるはずだから。余るはずだから。60個じゃ足んないって言ってることはこっちが大きいんだなって。で、最後に1個確認です。この、どっちかが大きいって分かりました。今こっちだよね。で、その時に、これなのか、これなのか、ここが大事です。左が大きいって分かりました。じゃあ、ただの大なりなのか、大なりイコールなのか、どっちっていう。で、今、60個じゃ足りないって言ってるってことは、これね、大なりイコールが入った時、これは、左の方が大きい。もう左大って書いてあったけど。左が大きいよってことを表すんだけど、それプラス、この左と右が同じ時もあってもいいよってマークなの。この大なりイコールっていうのはね。じゃあ、この左が大きいことは分かりました。じゃあ、同じになってもいいですかってとこが大事なの。で、今、もし 7A と60が同じになったら、配れるはずだよね。ぴったり。60個じゃ足んないって言ってるから、イコールが入っちゃいけない。だから、これで OK だったんだねって。これで終了になります。もちろん慣れてる方はね、もうそんなんいいよ、さっさとやってみたらなるかもしんないけど、まずこういうのは比べるものを2個確認します。はい、どっちが大きいの？それとも同じなの？って。で、どっちかが大きいって分かったら、じゃあイコールは入っていいの？っていうその3段階で確認していきましょう。下行っちゃっていいかな。うん、そうだね、下行っちゃおうか。だから、もしさっきね、飴を1人7個ずつ A 人に配ると60個でしたとか、
いう言い方だったら、7A と60がぴったり同じってことなので、ここはイコールになります。まあ、等式ってやつですね。では次行きましょう。1000円で X 円の品物を3個、Y 円の品物を1個買うことができた。これはまず1000と、これね、と、X の品物を3個買うってことは 3X ですよね。X を3個買うから 3X。で、もう1個買ってます。Y を1個ってことは 1×Y なんで、Y、1Y じゃなくて Y ね。1Y 書いちゃダメだよ。で、その両方を買ってるんで、3X と Y を足します。両方買ってるから。つまり、今買ったものの値段と1000円を比べてるんです。これがまず2個ね、比べるものが出てきました。で、買うことができたっていうのは、一見ちょっとぴったりな気がするんですけど、これはね、買い物の時、お釣りが出たとか、買うことができたみたいな言い方だったら、どっちかが大きいんです。で、これはみんな想像してください。買い物に行きました。1000円で。1000円出しました。これをね、買おうと思って1000円出した。買うことができたってことは、当然こっちが大きくなかったら買えないよね。だってさ、買いたいものだったらレジ打つじゃん。打って1000円出しましたって。足りない？こっちがちっちゃかったら店員さん怒られるよね、店員に。みたいな。だから持ってったお金の方が当然大きい。で、大きいって場合は、イコールが入っていいかを確かめます。で、今回結論から言うと、これイコール入っていいんです、これ。こうです。なぜなら、買った値段と持ってったお金、出したお金がイコール同じでも買うことはできますよね。でしょ？同じでも買うことできるじゃんか。だから、イコールでも OK なんで、今回の答えはこれになります。で、今回の問題も何問か、ユーザーの方がね、方の学校の先生が実際に出した問題をテストでね、結構画像を送ってもらったのを使ってます。で、この2番とかもそうなんですけど、で、そこの先生はこれで、もちろん OK だったの。模範解答これだったんですが、今までちょっと塾講師やってって、その何担当の生徒の先生の中で、こういう風に出してきてるのに、文字がついてるのを左に書けよっていうのをすごいこだわる先生がお一方いらっしゃったんで、もしみんなの先生がね、大体こう出てきた、まあ、数字で順番で書いちゃうんだけど、いや、文字のやつは左に書けよ、みたいな風に言われたら、一応書くって書いてね、その 3X、まあ、プラス Y、左に書いて、向き変えて、こういう風に書いてください。いいかな、まあ、もしいたらね、みんなの先生がね、で、この問題1個発展系ちょっとやっていいですか？ちょっと長くなるかもしれないけど。それがね、お釣りです。今、買うことができたですよね、最後が。じゃなくって、1000円で、X 円の品物を3個と Y 円の品物を1個買ったら、お釣りをもらったみたいな。そういう風な語尾というか、文の最後の時、お釣りがあったよって。時、何が変わるって。お釣りをもらえたってことは買うことができましたよね。つまり同じことを言ってるような感じだから、もちろん1000のが大きいの。お釣りもらってる、変えてるからね。でも何が違うって、お釣りの時はイコールが入っちゃダメなんです。これよく引っかかります。引っかかるからよく出されます、この問題。なぜかっていうと、イコールになったらぴったり買ってるからお釣り出ないんだよね。お釣りをもらってるってことはぴったりじゃダメなの。そこの変化が出てくる。いいかな？これぜひ覚えておいてください。では、3番、行きましょう。まず、お兄ちゃんが A 円、弟くんが B 円持ってましたと。で、お兄ちゃんが弟に C 円渡したんで、2人の所持金、持ってるお金は同じになったよっていう。で、これはもう登場人物2人がいるので、兄ちゃんと弟で比べましょう。で、兄ちゃん A 円持ってました。でも、C 円渡したってことは、A 円から C 円減ってるよね。渡してるから。逆に、弟は B 円持ってて、兄ちゃんから C 円もらったから、プラス C になってるはず。で、最後が同じになったって言ってるから、同じだから、ここはイコール。これで終了。これ、等式ってやつね。っていう感じです。さらっといきましたね、ここはね。で、ラスト、4番いきましょう。底辺の長さが6センチ、高さが X センチの三角形の面積は Y 平方センチメートル以下であると。で、まあ、この図形の問題よく面積のもね出てくるんですが、まず公式通り書いちゃうといいです、これ。
で、三角形の面積の公式は、底辺かける高さ割る2、もしくはかける2分の1ですね。だから、それ通り書く。底辺6かける高さ x で、まあ割る2にしとく。割る2。これがまず面積。それが y 以下って言ってるから、y と比べましょうかって話なの。いい？で、まあこっちはね、後々計算します。このままじゃダメだよ。6割る2が3にできるから 3x って書いてください、ここは。ちゃんとね。よかったか。3x ね、これ。で、大事なのは y 以下であるっていう。以下だね。ってことは、まあ、以下、ちょっと前のね、テスト対策でやりましたけど、以下ってことは、こっちの方がちっちゃいです。言い換えれば、これは、これ以下。y 以下だから、こっちの方がちっちゃい。で、いっていう漢字が入ってるやつ、以下とか、以上っていうやつは、イコールが入ります。もうこれはルールね、言葉のルールだから、言葉のルールっていうか、そうなってるからね。以下と以上、いっていう漢字が入ってたら、イコールが入ると。つまり、あとは 3x ってちゃんと直してもらって書き直しましょう。答えは 3x 小なりイコール y と。これで終了となります。いいかな？まあ実際の中間テスト、期末テストの時にめちゃくちゃいっぱい出されるかって言ったらそんな数が出てくるところではないです、正直。でも出されます。最低1問は。範囲に入っていればね。っていうとこなので、ぜひ解くときは、まず比べてるものを2つ、それを書き出すちゃんと。で、どっちが大きいの？それとも同じなの？ってことを判断する。で、どっちかが大きいよっていう、こういうね、話だったら、そっからイコールが入っていいの？ってとこを最後確認するようにしてください。この3段階で。以上とか以下だったらね、もう漢字とか言葉からすぐわかるんですけど、そうじゃない場合はそういう判断をしていきましょう。では今回は中学校1年生の教科書2章テスト対策やらせていただきました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。では引き続きねテスト対策取っていきますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。